ヒビル・ヘルム3世は、プロイセン王。家庭においては、良い父だったが、消極的な平和主義に固執し、ナポレオン・ボナパルトとの戦いに敗れるという危機の、時代にあっても改革を主導する能力と意欲を、欠いていた。しかしこの時代、プロイセンには、文と共に有能な人材が輩出し、近代化も進んでいった。フリードリヒビル・ヘルム三世は1770年8月3日、 コツダムで、フリードリヒビルヘルム2世とその日、フリーデリケとの間に生まれた。彼は、不王の果てしない魚食に嫌悪を感じながら育ち、わかる。不愉快といった主語を書いた王兵に響く、断片的な話し方を身につけた。王は主語を書いた動詞の認証を無視して、不定主のまま使用したので、敬意に非インフィニティブ、不定主をとあだなされるようになった。 1793年12月24日、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世は、美貌で、名高いメクレンブルク・シュトレーリッツ公女ルイーゼと結婚した。彼は、父のように何人も愛人を持つことなく、ルイーゼだけを愛したので夫婦仲は円満であり、国民からは、理想の夫婦として敬われた。1797年11月16日、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世は、 父の後を継いで、プロイセン王に即位したが、王家としては失素で、市民的な生活を続けた。王は即位すると父の愛称たちを、宮廷から追放し、最も権勢を誇っていたビルヘルミーネ・エンケオ、王領、詐欺、国家反逆の角でガウに遊兵している。フリードリヒ・ビルヘルム三世は、王領地の濃度を解放するなどある、程度進歩的な政策を実行したが、 これらの改革はユンカーたちと土地との確固たる結びつきを破壊することができず、王の優柔不断のせいで父として進まなかった。王の側近の一人は、王の一番好きな時は考えている時だと、密かに漏らしている。プロイセンはフランス革命へ干渉したことで、フランスから有利な講話を引き出していたが、ナポレオンはロシアとの関係悪化に伴って、プロイセンを味方につけようとした。 しかしフリードリヒビルヘルム3世の優柔不断は平和維持に固執し、ナポレオンの怒りを買ってその進軍を招いた。名誉を汚されたと感じた王は無計画に戦争状態に入り、1806年7月9日にイエーナとアウエルシュタットでプロイセン軍は上昇ナポレオン軍に敗れた。プロイセン軍は余力を残していたにもかかわらず速やかに降伏し、 ベルリンに入場したナポレオンは市民の頑固で迎えられ、王と家族は軽ニヒスベルクに逃れた。勝ち目のない戦いが続く中、無能な王に代わって少しでも有利な条件での講和を求めて奔走したのはルイーゼ王妃だった。このため彼女は国家の崩壊を防いだとして王国中の賛美と尊敬を集めた。1807年7月7日に結ばれたティルジット条約で、 ロードの半分を失った者の,の滅亡を免れたプロイセンでは、軍事でも、行政でも改革が始まる。しかしその先頭に立ったのは、王ではなく、シュタイン、ハルデンベルク、フンボルト、グナイゼナウ、シャルンホルストなどの進化たちだった。またフィヒテラの愛国主義者によって、プロイセン王国のナショナリズムも高まった。ナポレオンが敗れて、プロイセンが、 以前の勢力を取り戻した後、改革によって達成された自由は、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世の反動政策によって、再び急に服した。王は、1815年に発生した、ブルシェンシャフト運動を弾圧したメッテルニッヒの影響によって、反動姿勢を強め、1819年のカールスバート決議に基づいて、民族主義を唱える学生たちを弾圧。 フリードリヒルートビヘアーニア・エルンスト・モーリッツ・アルント、フリッツ・ロイターなどの自由主義者を投獄するよう命じている。フリードリヒビルヘルム3世はまた国内の宗教を徴収派的に結集することを望んで1817年にルター派とカルバン派を合同したプロイセン福音主義協会を結成させた。一方でラインラントに多かったカトリックや 教会合同を拒否したコルター派教会に対しては、不寛容になった。1810年に、ルイーゼ王妃が皇居した後は独身であったが、1824年、ハラハ伯爵夫人アウグステと再婚した。1840年6月7日、フリードリヒビルヘルム3世は、ベルリンで崩御し、長子フリードリヒビルヘルム4世が後を継いだ。王妃ルイーゼとの間には、 以下の5男4条も受けた。5歳のアウグステとの間に子供はいない。ありがとうございます。